こんにちは。楽天証券経済研究所グローバルマクロアドバイザーの田中大輔です。田中大輔のマネーは語る。前回の動画でそろそろアメリカ株式金再起動かということで、頭を切り替えるという、こういう趣旨でお話をしました。頭を切り替えるというのはまだ行動を起こすのにはちょっと早い。ただ先行き不安ばっかりではなくて、そろそろ下値を確認して上を見に行く、そういうステージの方に移る段階だということで申し上げたんですね。1週間経って残念ながらまだマーケットはもたもたしています。ただ大きな流れとして、微妙な変化がこう出始めているので、そこを今回アップデートしようというふうに思います。テーマは米株式来るか再起動、2021年相場期待大だがということです。この来るか再起動の来るかなんですけれども、実はこの動画収録している週、大きく相場が落ちて翌日戻って、そしてまた下がってということを繰り返しています。資料を作り始めてから来るか再起動、翌日には来たか再起動、その次にまた来るか再起動で今収録しているということで、本当に微妙な段階に来ております。そこを今回確認しながら2021年あるいはそれ以降も展望するという、そういう趣旨でお話を申し上げます。ポイントは、第1番目、アメリカ株式脱9月調整へそろりということなんですが、これも動画をご覧になっている方のその日の状況によってそろりがもたもたに見えたり、そろりに見えたりと、そういうことをまだ 1,2 週間繰り返すんだというふうに思ってます。その中で出していく道筋というものを探っていく、そんな時期です。その上で、ここを抜けた場合の10、12月期の相場についてポイントを補足しておきます。さらに今回 FRB が新しい経済予測を出しました。FRB の予測は予測であると同時に、そういう姿を実現しようという、彼らの金融政策の目標でもあるんですね。ですから腕力で実現させる未来図であって、投資家にとっても未来図なんだということを以前ご説明しました。ただ今回の FRB 予想は未来図として際どさというものがあります。そこの趣旨意図、そこをちょっと考えてみたいと思います。まず相場ですけれども、脱調整へそろりというふうに書いておりますけれども、この相場落ち始めた時にここですね、最初に落ちたところをまず基準にして、そのあたりにとどまっていると、調整第一波がここで根固めということにもなるんですね。で、一つの目処として前回1万800という水準を出しました。下がってきたものがそれよりも上でもたもたしている。それからチャートを見ている人たちはフィボナッチの黄金率の中でマイナス 23.4% というのがありますので、それがだいたいこの水準に重なっている。さらに売って逃げようか、そういうことを思うときにちょっとこう躊躇が出るっていうのは、それぞれすでにポジションを持っている人たちのコスト、買い入れの価格あたりなんですね。その点で言うと、今点線を出しますが、この四角のところ、8月の前半に持ち合っていたところの下限、それから7月に持ち合っていたところの上限がだいたい1万800あたりに来ますと。ですから私は相場が今回だいたい金融相場としては6ヶ月から10ヶ月上がるっていうものが第一波の想定なんですけども、コロナ禍の不確実性もあるし5ヶ月ということで様子を見ましょうということで、始まりまして、で実際に9月になった時に
相場の上げ方が早すぎるので、まあ、この5ヶ月通りで一旦手を引くべきところというご案内をしたんですね。ただその後ほどほどの調整で終わる場合には3週間から5週間だということで、この3週間に絡んだところで先週頭を切り替えて様子見ましょうと、まあ、こういうことを申し上げました。ですからこの1万800のところにギリギリ残っていれば、この3週間という目処で、そろそろというイメージを持ったんですけれども、9月に入って18日大きく相場が下げて、そして土日を挟んで、21日月曜日にもまた大きく下げてということになりました。まあ、この間あんまり具体的な材料はないんですね。ヨーロッパでまたコロナが広がってきたからというようなことも言われたんですけれども、その翌日には相場が反発している。まあ、この反発した時にヨーロッパのコロナの感染の拡大が別に止まったわけではありませんので、まあ、相場が下がったことについて、なんで下がったのって言った時の材料として引っ張り出されてくるっていう、その原因と結果が逆転したような、あるいはぐるぐる回ってお互いを高め合うような、そういうことにもなってました。まあ、こういうあまり根拠がはっきりしない下げ方があって、それに対して相場がぐっと粘り腰を見せて、金曜日も月曜日も1万800近くのところに戻ってくると、まあ、こういう展開を繰り返しましたので、ここにありますように脱調整へそろりと下値の硬さを確認して、もたもたしながらも次はちょっと上を見に行こうかなっていう、まあ、こういう流れになりかかってるんじゃないかということを、まあ、判断をしたんですね。ただその翌日にはまた落ちてということで、こういう神経質なポジション状況にあるところで、簡単にはまだ抜けきれないという状況です。ただこれはもともとイメージしてた3週間5週間もたもたしている神経質な地合いの中でのことなので、辛抱強くなんか下もないなっていうことを確認するまで、待つ必要があるということで、一緒にマーケットの観察を続けていただければと思います。ここにありますように1万800件ということですけども、これを割り込みますと1万500、あるいは1万というところにもそういうこだわりの水準があるので、そのあたりが一応今回の調整がほどほどでとどまって戻るかどうかの水準感というイメージで、捉えています。1万500、1万と近づくに従って、3週間から5週間と言ってたものが、この5週間後ずれする、後ろの方に後ろの方にずれてくるというイメージです。それから今回の場合、これアメリカの株式だけではなくて、相場全般がかなり錯綜してますので、この錯綜している部分を解きほぐすということがないと、なんかすっきりとですね、相場がこう持ち直していくっていう気持ちにもなりにくいところがあるんですね。空前の金融緩和相場ということで、株高、債券高で、さらにここに金高が加わるということにもなりました。安全資産である金も買われて株も上がってという場面があって、さすがに上がってしまった金がここで先に売られるという、こういう展開にもなったんです。まあ、これ債券が高いということは金利が低いということで、金利のない金についてもその点では有利という面もあります。ただ株が高くなってリスクオンだという時に金も買われていくということになりますと、安全資産としての性質ばっかりではなくて、そういう値上がり益を期待した買い方というものが混ざってくるので、ちょっと金の性質も錯綜してくるんですね。それから為替市場においてはユーロや豪ドルが急騰しました。まあ、そのことでドル安感というものが促されて、でドル安ってアメリカ株にいいんじゃないのとか、まあ、そういうことにもつながってっていうことで相まってきたんですけれども、このユーロや豪ドルもこのところ売られてます。まあ、ユーロについては今年私の予想の中で、まあ、最も外したところ
ユーロもともとあまり信頼してなかったので、これほど上がるのかということで、ちょっと見過ごしたんですけれども、このコロナ禍で何かにつけて、アメリカ資産ばっかりが買われる、債券も少なくともプラスの金利があるアメリカの債券が買われる、株ももちろん買われてますし、一頃はこういう有事気球の時代にはドルを買うんだと、まあ、こんなことを言われたところもあります。プロの機関投資家等については資産をバランスよく持たなければいけないという面があるんですけれども、それがユーロ圏で復興基金という全体として経済を立て直そうという動きが出てきたとか、豪ドルは中国経済がいち早く立ち直ってきたからこれってプラスじゃないのとか、まあ、こういう材料が出てきたときにさほど魅力的なわけではないんですけれども、ユーロ圏の債券やオーストラリアドルの債券をアメリカ債券から分散させるという、こういう目的で退去して資金が流れるというようなことも起こったんですね。ですから、まあ、それによって上昇していった。私自身はどうもそのユーロとか豪ドルとかに関してそれ自身について、これ以上上がっていくということをどうも正当化できる余裕がないので慎重だという言い方をしてきたんですけれども、やはり相場として煮詰まってきてこのところ下がっているという展開です。まあ、同じようなことは日本株にも言えて、アメリカ株が下がる中で、アメリカ株一辺倒だった資金の流れが世界のその他の地域の株で、まだ買えるところってどうなのっていう、こういう分散の効果も出てるんですね。日本株の場合、下がると日銀の ETF 買いであるとか公的年金の買いであるとか、まあ、そういうものがありますので下値安心感があって買いやすいという面がある一方で、通常の私が重視しているような相場のリズム感というものが捉えにくいので、私はあまり手掛けないんですけれども、ただ今回のようなそういう分散の動きの中でいろんな錯綜していた相場が解きほぐされていく、日本株については米株の調整がちょっと一歩遅れて出ているので、その点で、日本株への資金流入というのも促されている、プラス菅政権誕生ということでデジタル期待もあるということでマザーズなんかが吹いていると、まあ、こういう流れになっています。ですから9月の調整が全般として副調感が出るためには、こういうとんがったマーケットの角が丸まっていくということがあると、その後もバランスよくまた相場を望めるのになという思いで今観察しているところですけれども、解きほぐしの最中であるということで、ここも様子を見ながら 1,2 週間たどっていきたいというふうに考えています。それからこの展開の中で何よりも難しくなっているのが金相場ですね。これは前回の動画でも見ていたのと全く同じですけれども、金相場7月には金高株高ということで、あたかもリスクオン資産のように買われました。これは株が一旦調整気味になった時に、そうだ安全資産の金だということが着目されて一気に買いが入ったんですね。まあ、その分、値上がり益を期待したそのリスクオン資産としての買われ方をした。8月になって、株高になった時に調整に入った金がなかなか上がらないということで、まあ、ここではちょっと安全資産らしい待機の様子が見えた。で、9月株安が始まった時にも金は底が高くて一進一退を保っていたと。まあ、この全体の流れからすると金については根強い需要があって、で、分散投資としての買いも継続するっていうことのイメージをまず持っていました。株価が堅調な時には、まあ、アンダーパフォーム、パフォーマンスとしては底堅くても株価ほどではないと。それから株価が調整する時には相場として上がらなくっても基本的には金の方が底堅い。そして株に気迷いがあって、でもこじっかりという時には今の局面であれば金高なのかなと、まあ、こんなことをイメージしたんですね。
で長い目で見ますとアメリカでは低金利が続きますし、それからドル安にもなっていく可能性が強いということで、これはどちらも金にとって有利な話です。それからこれだけの政策をやってたらいつかやっぱりインフレじゃないのというような時にはインフレヘッジとしての金って持っておいた方がいいかもっていう、こういう需要にもなります。まあ、コロナについて経済について、先行き少し明るい展望が出てきても不安は残りますので、こういうことも金のサポートになりやすい。まあ、その点で、金の分散需要というものが根強いということをイメージをしています。ただこの中で、今黄色いマーカーを入れますけれども、ここですね、株が下がった時にオーバーパフォームするという9月に入って続いてきた展開が、金が先んじて大きく下がるという展開が今週起こってます。まあ、このことはまだ金には引き出し売り、利益確定売りというものがポジションとして残っているということでして、まあ、このあたり相場が錯綜している、まあ、その中で先ほどとんがった相場の角が取れると全体としてバランスが良くなってという話をしましたけれども、金がちょっと他のマーケットのリスクオフ感を逆に呼んでしまうという、こういう事態にもなっているので、すっきりとこの今の悩ましい状況を抜け出すことの障害の一つになっているというところが気がかりです。金融相場第2波、これは今回のもともと3週間と言ってましたけども、もう4週間5週間の方に軸足を移すべきかなという、こんなところですけれども、順調に10月12月期にここを抜けた場合には金融相場の第2波に行くということを申し上げました。第2波が第1波と違うところがありますので、そこについて、かなり気の早いことですけれども説明をしておきます。第1波、これは景気が落ち込んでいるときに金融緩和をやったら株が先に上がると。で、この時に経済指標は悪い、企業業績も悪い、なんで株高っていうと、まあ、金融緩和を生やした期待先導型のマーケットということなんですね。でその分かなり無邪気なところがあります。期待だけでどんどん上がって、上がるから気持ちがいいからまたどんどんという、こういうことがあるんですけれども、これが第2波に移るというのは、これ見ていただくとその後景気回復が始まるんです。そうすると金融緩和は景気回復が始まってもまだしばらく続く、その中で経済指標も良くなってきた、企業業績も良くなってくる、まあ、こういう中でですね、金融緩和も続いているので金融相場とは言いますけれども、業績相場の様相というものがここに加わってくるんですね。これが第2波第3波なんですけれども、今回またちょっと違う様相がここになるんですね。まあ、金融相場の第2波、今回の場合には経済指標そのものはかなり悪いということになると思います。過去数ヶ月もう景気回復、経済指標良くなってるじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、これは経済活動がコロナで停止させられた後の再開による数字の反発です。これから数ヶ月直面するのは、その戻ってきた景気というのがコロナ前の水準に届かないということです。平時であればアメリカ経済が 0.5% マイナスになった、でこれが次の期も続いた、2期連続マイナス成長だって言ったら、もう景気後退だ、リセッションだって言って大騒ぎになります。今回の場合 10% ほど経済が落ち込んだ後に戻ってくるけれども、おそらく 2-3% 下で苦しむという状況が長引きます。放置すればそのままどん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 経済悪くなっていく、そこを不退転の政策で支えようということなんですね。ですから支えるという期待感があれば、この第2波へというところに書いてある FRB の超金融緩和等によって、経済持ちこたえる、金融相場が続くんだという話になります。ただこれ延々とできることじゃないんですけれども、ポイントになってくるのはワクチン開発、
承認、普及へのプロセスです。まあ、これによって経済が正常化していく道筋というものが展望できると、その金融緩和効果と、それから正常化への道筋というものが相まって、相場が強化されるっていう、こういうことになります。そしてそれと同時に今回は、ポストコロナへ、新陳代謝。まあ、コロナ禍ゆえにですね、伸びていくという産業も出てきましたし、コロナ禍後については、従来型のこういう産業の形っていうのはもう続かないんじゃないかっていう、こういうことも見えてきている。まあ、そのことをですね、チェックする段階に入ってきますけども、投資家としてはそこが狙い目になるということです。ですから金融相場の第1波と第2波、ちょっと違うところがあって、第1波というのは、もともと数字が悪いところで、期待だけで進むという、まあ、その気持ちだけで進んでいる無邪気さっていうのがあるんですね。だからものすごく勢いがあって早いんです。まあ、これに比べると第2波になると実体経済がどう伴うかっていうことがついてくるんですね。ですから金融緩和が続いているという意味で相場は高い、そして実体経済がそこにどう伴ってくるかということが重要になってくる。向こう数ヶ月は経済が戻りきれないということの重さを感じますけれども、ワクチンが開発されれば、ああここからだいたい1年後、2年後にはこういう正常化の道筋をたどるんだということがイメージできるようになる。ここが重要になります。で、このプロセスで相当相場は高くなりますけれども、高くなってしまうと逆に景気も良くなってきたし、相場もこんなに高いし、金融緩和終わるんじゃないのっていう、ここに対して異様に敏感になってくるんですね。ですからこの時間軸をどう捉えるかということが、まあ、視野としては重要になってくるということです。まあ、そこで FRB の経済予想ということですけれども、9月16日 FOMC 後に公表された最新の予想がこれです。表の GDP 成長率を見ていただきますと、2020年マイナス 3.7、 2021年 4.0、 22年 3.0、 23年 2.5、 長期予想がプラス 1.9 ということになっています。6月予想ではこの20年がマイナス 6.5、 21年がプラス 5.5 でしたから、まあ、上下動がそれぞれ鳴らされてちょっと低く小さくなっているということです。それからもう一つポイントになるのがこの長期予想、アメリカの巡航軌道の成長ペースですけれども、前回は 1.8 でしたけれども今回 1.9 になっています。これが何を意味するかということなんですね。下の図を見ていただきますと、点線で右上がりのものがありますけれども、これが 1.9% ずつ成長していくアメリカの巡航軌道です。まあ、これに対して FRB の今回の予想に基づく GDP の推移が緑の線。で、この点線を緑の線が下回っている。つまり巡航軌道から予想される軌道が下回っているということは、それだけ需要が足りない、デフレギャップがある。だからインフレは目標の 2% に届かないっていう、こういう見立てになってるんですね。ですから FRB は今回2023年でも我々利上げしませんよということを言いました。実は6月の時点でも2022年でほぼ均衡に近いところに来ていたので、順当にいけば23年にはデフレギャップは解消されていて、利上げという見通しを出さざるを得ないんじゃないか、そのことをマーケットがどう気にするだろうかということを私は動画の中でたびたび申し上げてきました。まあ、それを今回2023年でもデフレギャップを完全解消には至らない、まあ、ちょうどトントンぐらいに戻るという、こういう見立てにしたということです。先ほども申し上げましたけれども、 FRB の予想というのは、これは金融政策でそれを実現させるという腕力で持っていく目標でもあるんですね。ですから投資家にとってみると、基本的には
依頼図になっていて、これに沿って経済観というものを築くといいということを言いましたけれども、今回の予想に関しては沖の予想という形になっています。どういうことかというと、現時点でこれから経済的な辛さというのが来るときに利上げの話を出したくないということがあって、2023年でこのバランスがトントンになるということの結論が先に置いてあって、そこから逆にそこを超えないような経済軌道の予想になっている。つまり結論ありきなんです。2023年均衡というのが前提になって作られている。ですからそういう意図を持ってこういう数字の調整がなされているんだと言った場合に、現実に経済をたどるときにまだまだ不確実性がありますけれども、2020年に落ち込んだものがワクチンの開発普及もあって21年22年と戻っていくというときに、23年も本当に利上げをしないのかということをマーケットは疑心暗鬼になるであろうというふうに思われます。21年はまだ経済指標も悪い、デフレギャップもある、 FRB は不退転の決意でこれを支えていくという意味では金融相場に疑いのない時期です。まあ、逆にマーケットがぐらついたり経済が悪ければもっとプラスアルファの措置をやってでも支えるっていう時期なんですね。ところがこの予想のように22年にもなるともう均衡に近づいている。おそらくFRB は量的緩和の縮小停止を、示唆し始める、あるいは動き始める。マーケットは当然2013年のテーパータントラムのようにそれを嫌って動揺するという場面が起こり得ます。そして23年、本当にこの軌道に行った時には23年中にも、あるいは24年にも利上げということになります。そして分かり間違ってこのデフレギャップが解消されていくプロセスの中でこれだけの金融緩和をしてますので、先にインフレの芽が出てきたということになりますと、 FRB の金融緩和早期に解消されるんではないかという、そういうことになります。それによって長期金利の上昇が早まりますと、そのことによって株式市場あるいは金が動揺するということも起こりうる。ですから2021年にかけては金融相場の延長線上で、かなり良い相場環境ということが思い描けますけれども、22年になりますと量的緩和の縮小解除に向かっていく神経質さというものがにじみ出てくる。23年に至っては状況次第ですけれども、インフレの芽が出てきた場合には株式市場、そこまでどれだけ上がっているかということの影響を見る必要がありますけれども、 X デーというものも気にしなければいけない、こういう道筋がこの予想そのものから描けます。現実にはこのプロセスをたどっていく途中で、やっぱりインフレなかなか出てこない、日本やヨーロッパみたいにインフレが上がらない状況にアメリカもなってるんじゃないか、こんなこともありえます。それから政策当局も状況次第で行動は変えていきます。ですから今見ているものというのは台風予測が南太平洋で発生した直後にこういう道筋をたどって日本に来るんじゃないかということをざっくりと見ているという話であって、現実には時間の経過とともにそこを追いかけていって、高気圧低気圧偏西風の状況等を見ながら、今回は大陸の方に抜けていくとか、いろんなことをですね、これから見ていくっていう段階ですね。ですから現時点では、2021年にかけては本来は金融相場が継続する環境という、そういう見通しのはずだということを踏まえて今の調整を見ていくということです。今後の相場についてですけれども、これは前回の動画と変わりません。9月、なんとかこの株式の調整を脱する兆しというものを今模索している。そして10月は気迷いながらもグロース株が復調する。
まあ、その時にはこの気迷いの分だけ金も底堅さを見せる。そしてアメリカ大統領選挙は何かにつけてリスクだリスクだって言われますけど、実際にはバイデン氏が勝ってもトランプ氏が継続してもそれなりの高揚感があって相場としては継続するんだということを思ってます。ですから11月12月に関しては株式堅調で、金についても、まあ、こういうリスクオンの雰囲気がある中で底堅さを保っているというこういう見立てをしています。ただ一つ気になるのはやっぱりワクチンが成功した場合には最近もちょっと打診的に行われていたバリュー株、景気敏感株へのローテーションが起こりやすくなると。ですからグロース一辺倒で、ナスダックとかハイテク株とか、まあ、そういうことで、投資をしてきた人も通常の株、景気、バリュー、こういったものとのバランスというものを考える時期というのがワクチンの成功とともに来る可能性があるということを理解する必要がある。2021年に関しては金融相場プラス経済が正常化していく軌道が見えるということの業績相場、これが重なってくるということのちょっとした大相場の時期ということが期待できます。2022年には量的緩和を見て資金神経質になりますし、2023年からは X デー警戒、まあ、このあたりについては21年の様子を見てからもう一回捉え直せばいいということです。ですから引き続き慎重に前向きに投資を継続していく、まあ、時間分散で続けるということも手ですし、それから今起こっている調整を見ながら再開の時期あるいは資産の内容、そういったものを検討する、まあ、そういう準備期間だということで引き続き注視をしていきたいというふうに思う次第です。以上、今回は9月の株式相場の調整、これがどう脱していけるのかということについて情勢をアップデートしました。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、資料が前回とほとんど同じです。田中は手抜いたんじゃないかというふうに思われるかもしれませんけれども、事実関係としては半分そうです。だけれども、私は10年前でも20年前でも、おそらくは今の分析方法の枠組みを作った30年前からでも、ほぼ同じことをやっています。よく私は相場予想を気象予報に例えますけれども、先週から今週、この1週間というのは気圧配置はさほど変わってないという状況の中で、晴れ間が出てくるタイミングを待っているという状況です。まあ、その点では一貫したアプローチの下では見るべき資料、ポイントというものもさほど変わらないということでご理解ください。理論とか、あるいはデータとか、まあ、そういったことについての大きな枠組みというのは変わらないんですけれども、観測の技術というものについては、この10年、20年でもどんどん進歩しています。まあ、そういう意味で、今起こっている現象について、レーダー、あるいはいろんなところのネットワークを使って、フォローしていく、まあ、こういうタイミングに来てますので、ぜひ皆さんも一緒に相場予報を考えていただければと思う次第です。まあ、そのための一助になるようであれば幸いです。この動画を YouTube でご覧になっている方、田中泰介のマネーは語るは、楽天証券の投資情報メディア、投資るにおいて展開しております。動画とレポート、過去の分に遡ってもご覧いただけますし、他の専門家の動画、レポートも掲載されています。ぜひそちらをご覧ください。また、YouTube、気に入っていただいた方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。